大田さん、一郎、はい、の偉業をちょっとお願いします。そうですね。うん、一郎、あの、ピートローズの記録を、まあ、日米合算ですけれども、うん、抜きまして、うんえー、4257安打に達した、はい、ということになります。うん、で、あの、うん ま、記者会見を行いまして、その内容が各メディアで取り上げられておりますが、あの、この日米通算4257安打率直の感想はと聞かれまして、ここにゴールを設定したことがないので、実はそんなに大きなことという感じは全くしないんですけど、それでもチームメイトだったり、記録の時はいつもそうですけど、ファンの方だったり、ああいう祝福の反応をしてもらえるとすごく嬉しかったです。それがなかったら何も大したことがないですと。 いいうふうふに言っている、ね、新鮮。すごい新鮮。私の周りの男って、大したことじゃなくて、もう調子こくやつばっかしだから、うん、本当に新鮮。<laughs> そうだよね。私の周りの男って、俺も入ってるわけそれ。大瀧さん入ってる。<laughs> いや、違う。富永13巻だけ、うん、大瀧さんは5、6巻だ。5、巻うん。 大見さん別殺ですか？うんうん、うん。そうや、うん、大ん別殺。別殺。外 <laughs> 伝みたいな。フ <laughs> <laughs> ロとか。<laughs> なんかそうやってさ、あのー、俺とか富永は、はい、まあ村よ人に。 人のの頭中でそうやってて整理されですねそういうことだろ下巻とか上巻とか序列があるってことですね序列がさ仕分け仕分け大竹さんの五六巻も思ったよりは後ろだなって僕思ったんですけどリラックスる巻でもいいじゃないですかでも一巻が一郎なんだよ同じ まあ、でもお笑い界でいったらね、やっぱ初,初版、初号に出ててもおかしくないじゃないですか、初版本、第1巻に出ててもおかしくないじゃないですか、小<か>竹さん、なんか初版本が売れ残ったみたいな言い方 <laughs> あ話、ちょっと戻すと、やっぱり一郎まあでもお、なんかね、あのー、なんか印象的だったのは、なんかこう、あの子どもの時ね。 プロ野球選手になれるのを、うん、まあ本人が言ってるんだけどみんな周りは笑,笑われたと、うん、笑われたけどなれると思ってやってきてあのプロ野球選手になった、うん、でオリックスに入ってでなんかこうプロで通用したでプロで通用した後大リーグ行く大、うん、リーグ行ってみんな大リーグなんかで通用するわけないじゃい、うん笑われたでそれでまたちょっとこうそこで通用した。 みたたいいなななそんなこと言ってたじゃない、うん、普通さなんかこうまあああいう晴れの場かどうか知らんけど、はい、そういうところだよまあさまあみんなありがとうみたいな,な感じとかさ、まあ、家族にも感謝するしみたいな、うん、まあアカデミー賞とかねな,、はい、なんとかにも感動するしなんかこうみんな芸能人みたいなかちょっとなんかこうオーソドックスなこう、うん ことがあるじゃない、うん、それとかもうちょっと外向きにさ、うん、なんか長島みたいにさ巨人軍は永遠に不滅ですみたいな外向きな言い方するのにちょっとなんか 心の中のトロみたいな。うん、もしあんなことを言いたいんだったら、それはもっと、ね、あのー、260歩打った時だとか、それから10年間アンダーを続けた時だとか、うん、何千、ね、棒アンダー前にも打ったり、うん、なんかいろんなことしてる。その時に言ったっていいはずじゃない。うん、だけど、ピート・ローズを、なんか超えるまでは、これは言えなかった感がちょっとない。うん、なんかこう、そんな気が俺はしてるんだけど、うん、大水は そうですね。うん、だから本当はめちゃくちゃ嬉しいと思うんですけど、ああああやっぱり日米合算とかもあって、絶対なんか言われるっていうのが分かってるから、あの、うんうん、まあ言っても日米、 合わせたやつでしょとか言う人もいるし、あのまあまあ、うん、これ口の悪い人は向こうの人たちの中にはもう絶賛してる声もあると同時に、うん、なんか日本の野球は高校野球程度みたいな言い方する人もいたわけだからね本当はめちゃくちゃ嬉しいけど、うん、ここで素直に喜んだことを言うのはダサいと思ったのかなっていうあ、まあなるほどなああ、うん、まあ はい。どうも、田さん。あの、面白いなと私個人的に思ったのは、あの、日本だけでローズの記録を抜くことがおそらく一番難しい記録だと思うと。これを誰かにやってほしいって言っていたということは、あの、メジャーでアンダーを重ねるよりも、日本でアンダーを重ねる方がひょっとすると難しいんだぜ。ローズって言ってるような気が僕はして、で、その悔しさを、 また自分にエネルギーとして注入するために今まで乗り越えてきた悔しさの話をひょっとしたらしたのかなって個人的には思うんですけどなんかよくローズの記録ってアメリカの中だけの記録なのそうですメジャーで積み重ねてきた新記録あそうなんねなんかよくわかんないけどギューって抱きしめたいねいやいやいいな女はそういう直感的な主観的なことパッと言えてね 僕らやっぱ抱きしめられないですからね。13巻じゃ抱きしめられないじゃん、別に。お前なんか、女の人すごいね。私が抱きしめたいとかさ、言えるんだもんね。5巻、6巻は抱いてもらえるんですかえ、もちろん。じゃ大竹さん抱いてもらえる。13巻は ?13 巻も一応、あの、ジャンルは、その、すべてシリーズ人間だから、あり。ただ、別館は。人間ならば。別館、だめです、別館別館、ちょっと、微妙。 ダメか別館はちょっとウーパールーパー入ってきちゃからダメ人間でもあのちょっとまた別,別冊だからでもあとあと記録に残るかもしれないですよそういう方が、うん、でもねなんか俺やっぱちょっ,となんかせつちょっとだけ俺はね切なかったんだそのなんかあの他球団ではあのうまくいかなかったこともなんかね、うんうん、あったとかまあ うん、分かることもうちょっと一応涙目だったじゃんあ<ー>あの涙こそ流してなかったけどまあ嬉しいですってこう明るく言うのかなと思ってたらやっぱりなんかこう「もう全部吐露していいんだ俺は」みたいな感じがちょっと過去のことをねここならば言えるんだみたいな何、うん、かその寂しそうなところが本当いいよね、うん、なんかもうそうだな、うん、孤独な,なんかこう本当抱きしめたい、うん <laughs> 抱きしめさせてくんないかな何でもいいんだよ近くにいてくれなちょっとさ分かんないけどさっきから俺たちは雲の上の人の話をしてるのにお前隣の人を抱きしめるみたいな話なのお前の話は何言ったの覚悟決る警察に捕まってもそばにいたら私は抱きしめる <laughs> 警察に捕まっても抱きしめたい気持ちを止められないと思うよお前は華やき厳守か <laughs> まあこれ,これはこれは昔の人しか笑わないネタだけど別に今の人に笑ってもらおうと思ってない雰囲気が面白いなっていやーまあ太田さんに受けていただいたんで私はちょっと一足でねまあまあねどうなんだろうなまあでもあれだなまあもうまあ,まあ,まあ,まあ、まあ こうやってまあね俺自分なんかと比較しやがダメなのかね違う次元の人なんだろうかな化け物の部類かねやっぱしこう化け物っていうかもうスーパーな感じなのかねそうだだから孤独なんじゃない孤独だよなああ本当にもう本当俺も俺返上するわあのえほら抱きしめたいになってきたお母さんいやいや誰が一度抱きするじゃない 足元にひざまずききたいいぐらいで抱しめるだで<も>対等な感じはない人,人間的なんじゃないですかね能力的にはもう超人的だけどのあの言ってることはとっても人間的な感じがする、うん、大滝さんと近い感じしますよむしろどういう意味なか <laughs> どこが近いのか分かんないけど <laughs> ストイックなところあるもんね<の>、うん、大滝さんいやいやあのだからあれ見てたらあの俺がよく言ってる俺のストイックとか、うん、俺の孤独とか ねあの全部返上する全部返す俺はストイックでも孤独でも何でもない分かたか、うん、が五感ですからって感じなんてので違ういや違う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 違お前が何て言うんだよ <laughs> ごめんもう忘れて忘れてもうダメやこないだからやめないみんなで傷つけ合うのやめようよ <laughs> <laughs> ね お前だよよ違うよ、うん、お前が一番最初に13巻って言い出したんだよな旅長のことを傷つけるのから始まったんだ、うん、何がいやだからそれはだからそういう理由じゃないんだよって言ってリラックスで、ね、全然違う逆のことを俺言ってんだってそうん、<laughs> <laughs> まあ来るなにおにぎり2個も食,食いやがって <laughs> 腹いっぱいなんじゃないかお腹いっぱいちょっと眠くなってきた <laughs> <laughs> リラックス。リラックだね。それリラックスじゃね,ね。お前は本当にリラックスしてると思う。こ <laughs> の番組は。<laughs> <い> <laughs> 何でもこう、何でもこうだもん,、ねうん、んな、これな。あそんな風にリラックスしたいよ。うん、<laughs> おばおばさんになる。<laughs> <laughs> そこなんで噛むんだよ。おば <laughs> おばおば,おばさんになるって。<laughs> おばさんになるとすごいよ。どこでもしゃがめるし。<laughs> 試食品は堂々と食べられるし。話広げなくていいって、<laughs> このおばさんだけになって。